皆さんこんにちは、愛です。今日はライブストリームでも少しお見せしたレシピをご紹介したいと思います。ライブストリームではミンディのママともお約束したこのレシピ、レンコン、そして私の特別なこの梅を使ってのレシピです。ぜひ楽しんでみてください。材料はレンコンと、今回私はホームメイド梅干しを使います。梅干しなら何でも大丈夫です。好きなものをお使いください。そして調味料は 100ml のだし、 30ml のお酢、大さじ3杯の砂糖、そして一つまみの塩です。まずはレンコンの皮をスライサーで剥いていきます。きれいに取れたら薄切りにしていきます。切ったレンコンを水に浸すことでアクを除いていきます。アクを取っている間、梅干しの種を取り、包丁で叩いていきます。これで準備は完了です。調味料すべてを鍋の中に入れ沸騰させます。この調味料、寿司酢を作る時の材料と一緒なんですよ。そう考えると覚えるのは簡単です。沸騰してきたら先ほど切ったレンコンを入れ2分30秒調理していきます。レンコンに火が入ったら火を止めて、
梅干しをまぶしていきます。これで出来上がり。盛り付けていきます。いただきます。すっごいいい音でしょ。このシャキシャキ感、レンコンってこのシャキシャキが美味しくてたまらないですよね。ただ火にかけすぎちゃうとこのシャキシャキ感が失われちゃうので気をつけてください。また冷蔵庫の中で最低5日間は持ちますので、ぜひ試してみてください。数日間は楽しめますよ。ではまた、バイバイ。